はい、11月14日の19時ですね、現時点で、アメリカの大統領選、関連のですね、まあ、最新のスピーチですね、バイデン次期大統領とハリス次期副大統領のアメリカ時間では、ね、11月10日付のスピーチを即興のご実力してまいりたいと思います。いきます。ね、Good afternoon.皆様こんにちは。本日アメリカの最高裁で、まあ、非常に悲劇的な裁決がなされました。いわゆるオバマケアが否決されたということであります。これはですね、もう2億人のアメリカ人の命を危機に、貶める、そういう非常に悲劇的な結末を事態を引き起こしかねない、まあ、そういった採決であります。これはもう時代を逆戻りさせるような、そうした反時代的な採決であります。特に影響を受けるのは女性であります。で、特に、もう妊娠している女性というのはもう前もってこの病気があるというのを見なされていて、この女性のこう避妊とかバースコントロールのそういった自由を奪われる、基本的人権を奪われるということであります。そして、これも2億人のアメリカ人の健康命を守れないということであります。特に女性、有色人種、黒人、アジア系、ヒスパニック、そしてこのネイティブアメリカン、こうした女性を直撃します。そしてこうした人たちはもう病気になりやすい。そして、コロナウイルスの感染症ではもう他のグループよりもはるかに高い致死率をあると、まあ、そうした女性をこう守れないということであります。そして今回の大統領選の私たちは勝利を収めました。なのでも記録的な得票を集めました。7500万という得票を得ました。こうした私たちを投票してくれた人たちの意思は、このオバマケア、この医療保険改革をこう進めてほしい、こういった思いを私たちに託してくれたものだということがもう明白であります。このジョー・バイデンと私はこのオバマケアを実現して、そして進めていく、これがもう私たちが背負ったこの使命であります。これを進めていくということが私たちがやらない行わないといけないことであります。これに対して私たちは大胆な前進を進めていく、決意を持って進めていくということが私たちの使命であります。皆様、ジョー・バイデンをご紹介いたします。Thank you, Kamala. Good afternoon, everyone. ありがとうございます。皆様ありがとうございました。皆様こんにちは。Court heard oral arguments on the case of grave importance to the American people. This case represents the latest attempt by the far right ideologues. 今日のこの最高裁の判決というものは、非常に深刻な実態を招きうるということです。これについて皆様についてお伝えしなくてはなりません。過去数年間にわたって我々アメリカ人はこのオバマケアの成立に対して激しい議論を戦わせてまいりました。そして共和党民主党、まあ、双方からこのオバマケアを進めていこうというような、そういったもう極右一致の意思表示がなされてきたわけであります。これは32人に1人のアメリカ人がこのコロナの中で命を脅かされていると、そんな中にで、これがオバマケアが否決されたということは、もう非常にこれはもう嘆かわしい、そういった事態に今私たちは陥っているわけであります。
この医療保険改革というのは、まあ、その簡単に進むことではないというふうに私は思っています。それほど甘いものではないです。しかし、最近のこの世論調査では、多くのアメリカ人がこのオバマケアを支持しているということであります。共和党、民主党、そして独立派、すべてのグループでこのオバマケアを成立させてほしい。これが大多数の意見であるということが明らかになっています。そして、こうしたこのオバマケアをこう否決しようという、そういう反動的な動きが今のトランプ政権よりなされているわけであります。トランプ政権からこう出されているこのオバマケアに対する反対する、そうした主張は根拠の、確固とした根拠のあるものではありません。2億人のアメリカ人の命が危機にされているわけであります。1億人のアメリカ人というのが、例えば、喘息とか糖尿病とか、そういう病気がある、そういったケースでは、このケアが認められない、そうした非公正、不公正な状況が今、明らかになってきております。そして今、この新型コロナウイルスによる感染症によって、多くのアメリカ人がその命の危機にさらされているわけであります。で、このオバマケアが成立されないということであれば、私たちはこうした人たちの命を守ることができないわけであります。そしてこうした人が病気になって病院に運ばれたときに、あなたが保険が、利用できる保険がありません。お帰りください。こうした事態が起こっているわけです。これは極端な話ではありません。実際には白血病を患っている少年、そして、乳がんを患っているお母さん、こうした人たちがもう置き去りにされている。ネグレクトされています。医療保険も受けられない。このような悲劇的な事態が実際に起こっているわけであります。皆様、私も家族を失いました。で、皆さんの痛い気持ちが、私のその痛みが、まさに私も同じレベルで感じています。私の心はアメリカ人の皆様と共にあります。こうした非人道的な、そうした事態というのは、何としても私が大統領になってからストップしなくてはならないです。オバマケアというのは、すべてのアメリカ人が誇るべき、そうした画期的な法案であります。これは多くのアメリカ人、2億人のアメリカ人の今まで医療を受けられなかった人たちに手を差し伸べる、そうした画期的な法案なのであります。そしてこう財政的に打ちひしがれている人たち、このコロナウイルスで多くの人が仕事を失いました。今これを成立させて、こうした今まで医療を受けられなかった人たちに手を差し伸べる、これを何としても実現しなくてはなりません。来年1月20日、私が大統領に就任した際には、何としてもこのオバマケアを実現し、皆さんのところに医療の手が届くように、そうした世の中が実現するために、私は何としても、どんな困難があっても、前を向いて進んで、任務を実行してまいります。で、
今、政権の移行措置が進んでいますけれども、そのうちの大きな仕事の一つが、このオバマケアの実現であります。Particularly the reporters in this room and others listening, you've interviewed a lot of these people around the country as you've gone all over the world, all over the country. Enduring illnesses, faced with risky choices, losing their employer plans in droves. Over 10 million have already lost their employer plans. そしてこの健康問題、これが大きな問題になっていて、そしてそれが大統領選で争点になりました。この反時代的な最高裁の判決、皆様これは信じられますか？皆様に約束申し上げます。この家庭から多くの命がこのコロナで奪われました。私はこのオバマケア実現にこのモラル倫理的な責任を負っています。1月20日、私が大統領に就任した際には、私が自分の家族をいたわるようにアメリカ人すべての家族の皆様をいたわります。もう私の家族としてアメリカ人の皆様を皆様に尽くして貢献してまいります。皆様心配も終わりですか？安心してください。私は必ずこの任務を果たします。何としてもやり遂げます。皆様の家族を私の家族と同じように扱って、何としてもこれを皆様の命を守ります。このコロナの中、皆様、手を伝えて協力して進めてまいりましょう。神の恵みが皆様にありますように。何か質問はありますでしょうか？質問ございますでしょうか？次期大統領、ありがとうございます。この選挙中、敵も味方もみんなまとまっていこうというたびたびおっしゃいました。まあ、なかなかそれは難しいことだと思います。まあ、一方で、この今、トランプ大統領、その政権は、この政権の意向に対しては、まあ、何としても阻止しようと、そういうような態度が見られます。これについて、バイデン次期大統領、何かお考えございますでしょうか？このトランプ大統領、今、この会見を見ていると思います。何か一言コメントをいただけますでしょうか？まず、もうすでにこの移行措置というものを我々はもうすでに進める、これを開始しているということであります。これは現政権がそれを認めようと、そうでなかろうと、それは関係あります。もう粛々と我々は進めなければいけない準備を進めているということです。それをもう何があろうと着々と進める、それだけであります。And reviewing who we're going to pick for the cabinet positions, and nothing's going to stop that. And I'm confident that その動きを止めることはできません。The fact that they're not willing to acknowledge we want at this point is not of much consequence in our planning and what we're able to do between now and トランプ大統領が何を言おうと、我々が進める仕事に関してはもう関係ありません。I also wonder, you warned during the campaign that if the walls closed in on the president, he would behave more erratically. Yesterday, he fired his defense secretary. 今、トランプ大統領は非常になりふり構わない動きをしています。国防長官を解任しました。今、このような動きに対して何かコメントございますでしょうか？I'm letting them know that America is back. まず私が申し上げたいが、私はもうアメリカを取り戻したということになります。I've had the opportunity to speak with now six world leaders.現在6カ国の首脳、この私がこう大統領選に当選したことについて非常に肯定的な祝福をいただいております。非常にありがたいことです。英国、フランス、カナダ、アイルランド、こうした国々の人たちが祝福の
電報を打ってくれました。非常にありがたいことです。こうした世界の国々と手を携えて、我々は正義、アメリカは正義を実現していかなくてはなりません。アメリカが本来あるべき姿、この正義を実現するために私たちは邁進してまいります。これはね、Senate Majority Leader Mitch McConnell has suggested today that he may not recognize the outcome of this election until the